腸活ダイエットの専門家佐藤澄香です。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるための情報を毎日お届けしています。ダイエットに興味がある方はぜひチャンネル登録をしていただきまして、お役立ていただければと思います。さて今回のテーマは痩せるリンゴ酢を使ったドリンクについてお伝えしていきますね。この動画ではこの順番でお伝えしていきます。1つ目、なぜこのドリンクで痩せることができるのか、痩せるポイント。そして2つ目はどんな材料を使うとその痩せ効果がアップするのか。そして3つ目はその具体的な美味しいレシピご準備しております。ぜひ最後までご覧ください。それでは1つ目の項目です。なぜこのリンゴ酢ドリンクで痩せることができるのかというそのポイントなんですけれども、それはこちらです。3つあります。まず1つ目の痩せるポイントは腸内環境を整えるからなんですね。あなたがもし健康的で綺麗に先生痩せたいってもう本当にね心から思っていらっしゃるようであれば、何をすればいいと思いますか？それはまずあなたの腸内環境を整えてあげる。要するに腸内細菌のバランスをしっかりと整えてあげれば、あなたは自然と痩せ体質へとね生まれ変わることができるんですよ。ここを無視して痩せるってねなかなかねできないんです。なぜかというと根本的な痩せ体質ではない、要するに太ったままの体質でいくら頑張ったとしてもその先にはリバウンドが待っています。なのでそういう無駄を繰り返さないためにもあなたは何をすればいいかっていうと、腸内環境を整えることからまず取り組めば大丈夫なんです。その時にいろいろ方法はありますけれども、今回は食事から取る方法でお伝えしていきたいと思います。では2つ目です。このドリンクを飲むと代謝がアップします。大事ですよね。いかがですか？やはり年齢とともに代謝ってもうどんどん落ちていくんですね。なので若い頃には食べたものがすぐに栄養からその吸収して熱量に変わってこうどんどん燃やす力があったわけですよね。ただどんどん年齢を重ねますと、もういろんなねホルモンのバランスであったりとか筋肉の問題だったり、そういったものがもう全てもう絶妙にですね絡み合って、太っていくということになりますよね。その時にやっぱりそのままにしておかれますと太ってしまいます。ですから食べ物や飲み物でいかに代謝を上げる効果を得ることができるかっていうのもとても大切になってきますよね。そして3つ目です。このドリンクは弱アルカリ性に保つ効果がある。この弱アルカリ性とは何かと言いますと、私たちの体内はこの弱アルカリ性の状態が一番ベストなんですね。この状態でいればもうとにかく健康ですし太りにくい体になれるですけれども、逆に例えば酸性に傾くような、お肉だったり、小麦系だったり甘いものとか脂っこいものとかそういったのを通常食べてしまわれますと、どんな人でもですね体が酸性へと傾くわけですよね。そのまま放っておくから太るわけです。そこでさっとですね酸性に行ってしまった体をよーさーっと弱アルカリ性においでってこう引き戻してくれる効果があるのがこのドリンクの効果になるので、そうすることでもう体内の例えば臓器ですよね、内臓が一番働く状態がこの弱アルカリ性の状態ですから、しっかりと酸性に傾いてしまったものを弱アルカリ性になったことであなたの腸がですねまた元気いっぱいに働いてもらって、結果痩せ体質へと生まれ変わることができるというきっかけになるわけです。では2つ目の項目です。何を使うんでしょうかということで、今回このドリンクを作るために使う材料、それぞれが持つ痩せ効果についてさらに詳しくお伝えしていきますね。まず1つ目、リンゴ酢になります。このリンゴ酢といってもいろいろありますけれども、その選び方はちょっと後からねお伝えしたいと思います。まず痩せ効果です。脂肪燃焼を促進する効果があります。どんどん脂肪を燃やしてくれるわけですよね。そしてその結果基礎代謝が上がって、あなたは脂肪をつきにくくすることができますよということ。そして太るもと血糖値の急上昇も抑えてくれますから、この効果を味方につける必要があるわけです。そしてよく受ける質問があるんですけれども、皆様からコメントや LINE などでですね、先生ってリンゴ酢じゃなくって例えば黒酢とか玄米酢とか純米酢とか他のお酢だとダメなんですかっていうご質問もよくいただくんですよね。で、私は何とお答えするかと言いますと、ダメじゃないんですよ。お酢はその総称でお酢はですねダイエット効果がどれもあります。
ただ健康とダイエット両方にアプローチしようって思われた時はやっぱり酢酸の働きといいまして痩せる効果ですね、これが一番強いのがやはりリンゴ酢になるので、ダイエット目的の方はやはりリンゴ酢がおすすめになります。でこの酢酸の働きのおかげで、先ほどからですねもう何度もお伝えしているようなその腸内環境を整える、腸の動きが良くなるために必要な働きをこの酢酸がどんどんねいっぱい働いてくれますから、これを味方につけると良いですよということ。そしてこのお酢はですね、満腹感を得やすいんですね。なのでもうどうしても食欲が止まらない、どうしようっていう時にないですか？例えば生理前とかイライラってした時とかね、もうキーってかなると、もうどうしてもその食べ物でそれを解消しようってする方多いですよね。私もそうです。やっぱりそういったことがあったらいけないなって分かってても食べちゃうじゃないですか。そんな時にやっぱり放っておかないってことですね。あ、そうだってリンゴ酢があったっていうことでリンゴ酢を飲めばいいわけです。その力も得ましょう。そしてむくみ改善効果もあります。やはりですね、体重が減ったのになかなか見た目が変わらないっていう方は、それはあなたの脂肪ではなくて、もしかすると水分です。水分代謝が悪いためにブヨンブヨンと、特に下半身とか、ひどい方はこうお顔までむくむっていうね、だんだんこう下から上にむくむともうやばいですよね。もう一番良くないのはもう本当に下からどんどんむくみがあったのがもう最後顔まで来たっていう方はかなりむくんでる証拠ですから気をつけてくださいね。その時にこのリンゴ酢のむくみ改善効果を使って見た目もキュッとすっきりしていただきたいと思います。はい、そしてここからリンゴ酢を選ぶためのワンポイントレッスンになります。たとえですね、リンゴ酢が痩せ効果があると言っても太るリンゴ酢もあるんですよ。その時に気をつけてもらいたい項目がこちらです。痩せるリンゴ酢の選び方ポイントです。まずはリンゴ酢を手に取っていただきましたら、裏の原材料名をチェックしてください。そこにリンゴ果汁 100% だけです書いてあるものを選んでくださいね。もう中にはもうたくさん添加物が入ってますから気をつけましょう。そしてさらに良いのがこのリンゴ果汁が有機栽培であったり、JAS マークがちゃんとついてあったり、もしくはオーガニック栽培のリンゴ果汁ですとさらに良いですし、よく海外のリンゴ酢であればマザーが残ったまんまの濁ったリンゴ酢なんかも、それはダイエット効果も高いですし、何よりも健康志向が高い方はですね、そういったリンゴ酢を選ばれても良いと思います。そしてもう必ず無添加を選びましょうね。香料、着色料、保存料などなども余計なものがいっぱい入ってるリンゴ酢を飲むと逆に太りますよ。なのでポイントはとにかく材料は一つだけ、リンゴ果汁だけでできているリンゴ酢を選んでくださいね。はい、そして今回使う材料はこちら、レモンも入ります。レモンってねすごいんですよ。あなたの脂肪のね吸収を抑えてくれる効果があります。フィトケミカルの効果ですね。そしてクエン酸がとても多く含まれていますから、先ほど冒頭でお伝えしました通り、あなたのお体を弱アルカリ性へと導いてくれますから、結果腸が元気に動いてくれますよってことでしたね。そしてもうご存知の通りビタミン C が豊富ですから、ストレスのそのケアにもなります。ストレスを放っておくと暴飲暴食になってしまいますから、そういった点でもケアするのも大事。そしてレモンにもむくみ改善効果があります。はい、そして今回味付けに蜂蜜を使っていきます。蜂蜜ですかってよくねご質問もこれ受けるんですけども、蜂蜜ってやはり甘いので、なんか甘いイコール太るっていうイメージがあると思うんですよね。もちろんカロリーは高めなので取りすぎてしまっては NG ですけども、適量でしたら変えてダイエット効果があります。それは何かと言いますと、蜂蜜は脂肪の燃焼効果を促進してくれるんですね。アミノ酸が豊富なんです。また腸内環境を整えるために必要なオリゴ糖であったりグルコン酸もたっぷり含まれています。そしてポリフェノールも実は入ってますから、これがですねまた脂肪燃焼効果を底上げしてくれる成分になります。そしてなんといっても栄養価が高いんですね。例えばもう全く栄養がないような白砂糖なんかを使われるよりも蜂蜜を使った方が絶対にいいです。なぜかと言いますと、ダイエットを成功させたいためにはですね、栄養がちゃんと取れてないと痩せれないからなんですよ。栄養不足になってしまいますと痩せホルモンを作る材料がないわけですから、どんどん太ります。なので栄養価の高い蜂蜜を甘味料として取ることで、あなたは栄養もしっかり取れちゃいますということです。では
3つ目の項目です。どのようにということで、今回あなたにご準備したレシピはこちらです。リンゴ酢を使ったレモンサワードリンクの原液になります。材料見ていきましょうね。リンゴ酢 200ml、 レモンスライス 100g、 蜂蜜大さじ3、そしてぴったりとですね、蓋ができる保存容器、できればガラス瓶のものをご準備ください。それを1つですね。ではここから実際の作り方と実演をご準備した動画がありますので、そちらを最後までご覧ください。まず作り方です。1つ目、保存容器に材料すべて入れましょう。でよく混ぜて半日常温で置いた後に冷蔵庫に保存します。そして1日1回その容器ごとちょっとこう混ぜて振っていただくのを繰り返していただいて、1週間経ったら完成です。でこのまま飲むとですね、ダメですよ。もうリンゴ酢のまんまですから、強すぎて胃をね悪くしたりしますから、このまま原液を飲まないでくださいね。どうやって飲むかと言いますと、天然水 200ml で割ります。その割る量は大さじ1杯です。天然水200に対して大さじ1、これを割って飲んでくださいね。ではここから実際に作っている動画をご準備しておりますので、実演の方チェックしてみてください。どうぞ。では最後に効果的な痩せる飲み方、注意点についてお伝えして終わっていきますね。まず効果的な飲み方です。食前に1杯飲むのがおすすめです。そして1日あたり飲んでも2杯までで十分効果を得ることができます。何でもそうですよね。どんなにいいものも飲みすぎ食べすぎは NG ですから気をつけていきましょう。そしてまずは体質改善も含めまして、12週間ほどは続けていきましょうね。諦めずにコツコツされますと腸活は裏切りませんので、あなたのお体をねどんどん変えていっていただきたいと思います。ただし普段のお食事の内容も大事ですよ。普段太るような甘
甘いものや脂っこいものばっかりお野菜抜きとかねしてて、このリンゴ酢を取ったところで変わりませんね。まずは普段のお食事も腸活メニュー、私別動画でたくさん腸活のレシピお伝えしていますから、そういったお食事に変えていったベースプラスこのリンゴ酢ドリンクで痩せていっていただきたいと思います。それで注意です。胃が弱っている方はですね、あととってもお腹空いている空腹時などに急にこのお酢を飲んでしまうと強すぎますから、刺激がね強すぎて体調を崩してしまいますので気をつけてくださいね。そういう時はお休みしてください。さあ、いかがだったでしょうか。今回は痩せ効果の高いリンゴ酢と、また爽やかなレモンを使ったレモンサワードリンクをお伝えしました。もう個人的に今このレモンサワーハマってまして、とっても爽やかですし、ちょっと私はミネラルが残っているような良質のお塩を加えて飲むと、スポーツドリンクの代わりにもなってとってもおすすめですよ。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。